どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、マリオットボンボイのターゲットオファーがですね、先日こちらの動画でね解説させていただいたわけなんですけども、またね来ているっていう風になりますんで、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、前回の動画出してから数日後にですね、オファー来ているっていうのがですね、ツイッターで結構話題になりまして、今回ね私も来ました。ということで、私はねポイント2倍のね来ているっていう風になっておりまして、ちょっとね前回解説した動画の内容とちょっと違うねオファーではあったわけなんですけども、まあ私もねポイント2倍のねオファーが来たっていった形になります。で、私に関してはですね、非常にありがたいんですけども、2022年ねもう一回ね海外行こうと思っていたんですけども、ちょっとね諸事情により中止にいたしましたっていう風になりますんで、おそらくね今回のオファーね来たんですけども、私としてはね多分利用することはね多分ないんじゃないかななんていう風に思うんですけども、マリオットボンボイホテルね今後利用される方はですね、今回のターゲットオファーねかなりいいっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回ねオファー2種類来ておりまして、ボーナスポイント2倍のポイントがもらえるオファーと、宿泊実績2倍のねオファーが来ている方がいらっしゃるということで、めちゃくちゃいいですよね。はい、宿泊実績2倍のねオファーはね正直めちゃくちゃ欲しかったですね。ということで、まずねポイント2倍の方からね紹介していきたいなと思うんですけども、こちらが私が来たオファーですね。公式サイトねこんな感じになっておりまして、お客様だけに週末の滞在で2倍のチャンスということで、期間がですね2023年の2月の28日まで、エントリー必須っていう風になります。で、特典がですね、獲得ポイントの2倍がねもらえるっていう風になっておりまして、条件がですね、週末を含む支払いを伴った滞在でポイント2倍もらえるっていった形になります。で、この週末っていう定義なんですけども、金曜日の宿泊もしくは土曜日の宿泊っていった形になります。対象ホテルはですね、世界7000件以上のマリオットボンボイホテルね、どこでも利用することができます。ですけども、あのバケーションズクラブとかね、ホーム&ビラとか、ここら辺はね対象外になりますので、まあマリオットボンボイのねサイトで検索していただいて出てくるホテルでバケーションズクラブは出てきてしまいますので、これだけね注意していただきたいなっていう感じですね。で、ポイント付与はですね、滞在後3から5日以内にですね付与されるっていった形になります。まあ今回ねこちらのポイント2倍のオファーに関しては、週末をね含む宿泊で、まあポイントがね2倍でもらえるっていった形になるんですよね。で、マリオットボンボイホテルに関してのこのポイント獲得なんですけども、ちょっとねこちら前のねキャンペーンとかで利用したことある方ねいらっしゃったらぜひ教えてほしいんですけども、マリオットボンボイのこの2倍のキャンペーン、ポイント2倍のねキャンペーンのオファーなんですけども、私ね昨年の Q1 グローバルプロモーションで宿泊実績2倍ポイント2倍のキャンペーンで宿泊したんですけども、その時のねポイント履歴を見たらですね、獲得したポイントがそのまま約倍ぐらいになってたんですよね。で、マリオットボンボイポイントってこの2倍のポイントね、まあ今回オファーで来ておりますけども、このオファーってあれ、私ねベースポイントだけ2倍になるような気がしてたんですけども、ちょっとねヒルトンの場合はこういうポイントの2倍のキャンペーンとかは全部これベースポイントで、あのキャンペーン、あのステータス特典とかのねポイントは、まあ、基本的に2倍にならないですよね。ですんで、まあマリオットボンボイで決済した時のポイントとかも、まあ、2倍にならないと思ってたんですけども、私がねあの以前宿泊した履歴だと全部2倍になってたんで、ちょっとね利用したことある方ね教えていただきたいなと思うんですけども、これ2倍になりましたっけ、ベースポイント以外も。ちょっと私のポイント履歴がただ単に付与間違いみたいな感じで多くポイントが付与されただけかもしれませんので、もしね前回で、ね、利用したことある方いらっしゃいましたらですね、ぜひね教えていただければなと思います。本当に獲得したポイントが全部2倍になるんだったらめちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいいここはよくわからないので、ぜひね前回のオファーでね利用されたことある方はぜひね教えていただければなと思います。それでは次ですね、宿泊実績2倍オファーということで、こちらね公式サイトになっております。こちらねツイッターの友人の方からね画像を提供していただきまして、本当にありがとうございます。これすごいですよね、1回の滞在で宿泊実績5日分、
で2回の滞在で宿泊実績5泊プラスということで、合計で2回の滞在で、宿泊実績はね10宿泊分もらえるっていう風になるんですよね。いやこれめちゃくちゃいいですね。でオファーの詳細ね先言っちゃいましょうかね。期間は2023年の2月の28日まで。特典は先ほど言った通り1回の滞在で 5宿泊分で2回の滞在で10宿泊分っていった形になります。条件は先ほど同様ですね、支払いを伴う滞在っていう風になります。で宿泊実績付与は、滞在後、3日から5営業日以内にね付与っていった形になります。で注意事項なんですけども、先ほどのねオファーとも同様ですね、ポイントの宿泊であったり、あとキャッシュ&ポイントっていう現金とポイントを組み合わせて、宿泊する方法がありますよね。まあここら辺に関しては、対象外っていう風になりますんで、この点はねご注意ください。いやー今回のターゲットオファーね、あの期間ね見ていただければ分かる通り2023年の2月の28日までねこのオファー利用できるんですよね。これすごいですよね。はい、先ほどのあのポイント2倍のねオファーもそうでしたけども、今年だけではなくて来年利用できるんですよね。ですんでね、私ももうマリオットボンボイのねまだね実績付与されてないんですけども、私もねマリオットボンボイね今年あのプラチナ防衛終わっておりますので、これのオファーね来年使えるっていうのはねめちゃくちゃ羨ましいですね。いやー来てほしかったなー。ぜひねこちらのオファーもね来てる方いらっしゃるかもしれませんので、ぜひねアカウントねチェックしてみていただければなと思います。でアカウントのあのオファーのね確認方法なんですけども、まあ中にはね知らない方いらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、マリオットボンボイの公式サイトのですねアプリでもねあのウェブでもいいんですけども、名前の方をねクリックしていただくとプロモーションっていう画面がありますので、そこからねプロモーションをクリックしていただくと、このオファー来ている方はこちらに、ね、表示されるっていう風になっておりますんで、今ねターゲットオファーではなくてあの全会員向けのオファーもねやっておりますので、クリックしたらねオファーは1個あると思うんですけども、もう1個オファーね来てないかぜひね確認してみていただければなと思います。いやーめちゃめちゃ羨ましいですね。ということで今回ですね、マリオットボンボイのターゲットオファー解説ということで動画ね作らせていただいたわけなんですけども、皆さんぜひ来てないかチェックしてみてください。いやー宿泊実績2倍のオファーはね、まあ 10宿泊分しかね合計で獲得することはできないんですけども、やはりねマリオットボンボイアメックスが今あるじゃないですか。あれで更新すれば15泊もらえますよね。でこれがもらえれば2滞在で、プラス10なんで25泊合計もらえますよね。ですんで、来年のプラチナ修行とかね、はい、25泊で防衛できるっていう風になりますんで、でまた来年とかにねもしかしたら普通に宿泊実績2倍キャンペーンみたいなのがもしかしたら来るかもしれないですよね。そしたらめちゃくちゃいいですよね。で、プラチナ防衛できるってなると、いやーいいな本当にねこのオファーはね来てほしかったですけども、私はね残念ながら来ておりませんでしたので、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ね LINE 公式アカウントも始めましたんで、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。